はい、まず貝毒の発生と潮干狩り、場のオープンについてです。大阪府の海域では、本年2月中旬より二枚貝の貝毒が発生しています。大阪府では毎週貝毒の検査を行い、その結果を公表し注意喚起をしてきましたが、3月上旬に府内の河口付近で採取したアサリを食べて食中毒になった事案も発生しています。検査の結果、安全性が確認されるまで、採取した天然のアサリやシジミなどの二枚貝を食べないようにお願いをいたします。府内の潮干狩り、場の、については4月の14日より順次オープンをします。ご家族ご友人お誘い合わせの上、潮干狩りを楽しんでください。取った貝はお帰りの際に受付で安全な貝と交換しているので、持ち帰らないようにしてください。貝毒は春先に貝毒の原因のプランクトンが増殖をし、それをアサリなどの二枚貝が吸い込むことによって貝の体に毒が蓄積する現象です。今年は特に毒量が高い原因は、大阪府立環境農林水産総合研究所の調査によると、昨年の貝毒原因のプランクトンが落とした種が平年の数倍であり、増殖したことが大きな原因であると考えられます。